堀くんね、はいはい、堀瑞希投手。純真無垢の堀くんが先日ブラボーでインタビュー行ったわ。おお。声ちっちゃかったわ。まあそれはね、入団会見がそうでした。うん、でも初めて目の奥に投手があるの俺見えてん。ほう。うわ、彼重いな、マウンド上がってくれと。はい。言うたらヤクルトによって石井和久おるやん。はい。あんな感じでポワポワしてそうでマウンド上がったら炎のピッチングする。ええ。うわ、そんなタイプかなって見えたわけよ。はいはい。変に見せよったな。ほう。おう、ちょっとこう見て、おお、こいつエグいなっていうのは球投げとったやん。うん。あの、球速はね、ストレートの球速は140キロぐらいでしたよね。うん。でも投げっぷりは良かったですよね。そう、投げっぷりもいいから腕振れてるからバッター差し込むわけよ。はい。うん。ほんでもうデビュー戦でも自分を向く、掘り出すって見せる。掘り出す。うん、はい。掘り出すって見せるから。迷いじゃないや、このバッターどうだろうとじゃなくて。ね、そうでしたね。うん、だから怖いもの知らずって相手がやっぱ差し込まれるからね。はあ。そこやね。人生で一番緊張したなんていうね、コメントも残してるみたいですけどね。もっと緊張する場面がやってきて、その度に人生で一番緊張したって言うんやで。ああ、そうですか。せやで。うん。うん。でも。これデビュー戦、この彼のすごいとか、うん、デビュー戦の前の日にちゃんと履き慣れた靴履いてたみたい。いや、それは誰かと違うところですよね。はい。いいか、自分落ちに使わなくていいですから、本当にもう。思い返して忘れてるぐらい笑ってるわ。監督は緊張してどうなるかっていうところに意味があったと。うん、で、もっといいと思ってると。うん、まあ、高校時代はマックス150キロを記録してるようなので。出るよ。ということなんですよね。うん。出るでいい方や。吉井ピッチングコーチも本人は吐きそうなくらい緊張していたが、いいピッチングをしてくれたと。うん、まだ体は少年の体だけど、投げる実力は相当なものがあるというのを見せてくれたと。少年の体や、少年の体やけどというね。なんかこれね、その後の報道で、先発に回そうかどうか、なんかこう、首脳陣は迷ってて、一旦こう、二軍に返すかもしれないなんていうふうに言ってましたけど、ガンちゃん的にはどうですか、この堀っていう。先発いいと思います。ああ、いいと思いますか。やればいいと思います。ほうほうほう。で、借球とか取られずに、もう本人がバテバテになるまでやっていいと思います。その心は？それをしないと体が どこまで行くと疲れたって覚えないからです。疲れる前にマウンド降りても何もありません。もうそれを覚えた人が、はい、ね、はい、それでマウンド上がった時に、あ、100球超えたな、そろそろ疲れた、疲れがたまらないように交代するのがローテーションピッチャーの100球理論。へー。エンド、はい、中4日5日でこのぐる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 回るピッチャーがそうやるわけ。はい。彼らはその場に立ってバテるまで投げて、あ、ここまで来たら自分はもう体力限界なんだというのを、はい。覚えやないかんじゃない。ほう。普段通りに、はい。マウンドに立って全力で投げて、はい。普段通りのスパイク履いて、はい。やらなあかんねん。イーグルスの松井裕樹は若くしてね、抑えにチーム事情もあってなりましたけど、うん、結局ね、そうセーブを上げると何年も守護神するという形になってますけど、本来はじゃあやっぱ先発やった方がいい。彼も何試合連続で投げたらどう疲れるかっていうのをマウンドで覚えたよ。はあ、なるほど。そうやろ？はい。で、毎日のようにマウンドに立つ準備するから、はい。突然新しいシューズ履いたりせえへんがな。うん、そらせえへんわ。まあだから、そっか、一軍でっていうか投げつ、大丈夫ですか、本当にもう。最近綺麗で、普通、最高やで。綺麗いいですか、ありがとうございます。うん、最高やで、はい。ということで、まあ、とにかく先発がいいということでね、ガンちゃんはね。先発がいい。はい、わかりました。左の先発、加藤も頑張ってるけど。はい。切磋琢磨してほしいわ。うん、うん、うん。そして、うん、たくさん投げる、自分の限界を知ってほしいということでね。知るまで投げてほしいということですね。そうそうそう、壊れるまで、そこを見極める、もう監督、コーチはそこを見極めるだけ、はい、壊れないようにっていうだけ。わかりました。で、マウンド上がった時に、あ、100球超えたな、そろそろ疲れる、疲れがたまらないように交代するのがローテーションピッチャーの野球、あの100球理論。へぇ。エンド、はい、中4日5日でこのぐる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 回るピッチャーがそうやるわけ。はい。彼らはその場に立ってバテるまで投げて、あ、ここまで来たら自分はもう体力限界なんだというのを、はい。覚えやないかんじゃない。ほう。普段通りに、はい。マウンドに立って全力で投げて、はい。普段通りのスパイク履いて、はい。やらなあかんねん。
イーグルスの松井裕樹は若くしてね、抑えにチーム事情もあってなりましたけど、うん、結局、堀くんね、はいはい、堀瑞貴投手。純真無垢の堀くんが先日、ブラボーでインタビュー行ったわ。おお、声ちっちゃかったわ。まあ、それはね、入団会見がそうでした。うん、でも、初めて目の奥に投手があるの、俺見えて。ほう。うわ、彼、重いな、マウンド上がってくれと。はい。言うたら、ヤクルトによって石井和久おるやん。はい。あんな感じで、ポワポワしてそうで、マウンド上がったら炎のピッチングする。ええ。うわ、そんなタイプかなって見えたわけよ。はいはい。変に見せよったな。ほう。おう、ちょっとこう見て、おお、こいつエグいなっていうのは球投げとったやん。うん。あの、球速はね、ストレートの球速は140キロぐらいで。店の前の日にちゃんと履き慣れた靴履いてたみたい。いや、それは誰かと違うところですよね。はい。いいか、自分をオチに使わなくていいですから、本当にもう。思い返して、汗が出るぐらい笑けるわ。監督は、緊張してどうなるかっていうところに意味があったと。うん、で、もっといいと思ってると。うん、まあ、高校時代はマックス150キロを記録してるようなので。出るよ。ということなんですよね。うん。でいい方や。吉井ピッチングコーチも、本人は吐きそうなくらい緊張していたが、いいピッチングをしてくれたと。うん、まだ体は少年の体だけど、投げる実力は相当なものがあるというのを見せてくれたと。でしたよね。うん。でも投げっぷりは良かったですよね。そう、投げっぷりもいいから腕振れてるからバッター差し込むわけよ。はい。うん。ほんでもうデビュー戦でも自分を向こう、掘り出すって見せるピッチングやから。掘り出す。うん。掘り出すって見せるから。迷いじゃないや、このバッターどうだろうとじゃなくて。ね、そうでしたね。うん。だから怖いもの知らずって相手がやっぱ差し込まれるからね。はあ。そこやね。人生で一番緊張したなんていうね、コメントも残してるみたいですけどね。場面がやってきて、その度に人生で一番緊張したって言うんやで。ああ、そうですか。せやで。うん。うん、でも、これデビュー生、これ彼のすごいとか、デビュー少年の体や、ね。少年の体やけどというね。なんかこれね、その後の報道で、先発に回そうかどうか、なんかこう、首脳陣は迷ってて、一旦こう、二軍に返すかもしれないなんていうふうに言ってましたけど、ガンちゃん的にはどうですか、この堀っていう。先発いいと思います。ああ、いいと思いますか。やればいいと思います。ほうほうほう。で、借金とか取られずに、もう本人がバテバテになるまでやっていいと思います。その心は？それをしないと、体がどこまで行くと疲れたって覚えないからです。疲れる前にマウンド降りても何もありません。へぇー。もうそれを覚えた人が、はい。ね、